メがね、アクセサリーリコードでございます先ほどあのお得意様からですねあのお土産をいただきましてあの秋田名物の胆振学校というあの漬物なんですがそれちょっとお見せしちゃってみます私も初めてなんですけどね独特な漬け方をしているということであのちょっと聞いておりますこれによりますとですねあの 紅葉樹ですね。まあ、奈良桜ケヤキ等の紅葉樹をですね、あのー、燃やしてむ蒸すんですねこう燻蒸してそれからこうカラカラになってからあの塩漬けっていうんですかねこれをあの丹念にあの塩漬けですね、まあ、こういう保存料とか一切使ってないということで米ぬかと塩で作てるんですね き、ま、今日ちょっとあの早速いただいてみたいと思いますので、いつも本当にあの気を遣っていただきまして、感謝申し上げますありがとうございます。